さて続いては藤川圭一さんです。藤川さん、武蔵野音楽大学のご出身 で管弦楽団 その主席を務めていらしたそうなんですけど、ファーストトランペットって、はい、メロディーを吹くトランペットですね、一番、はい、分かりやすければ。どれぐらいで音ってこう出るようになります？そうですね、最初やっぱり僕もまあ一月二月ぐらいはまともな音は出なかったんですけどね。音楽以外ですとサッカーがお好きだそうですか？あ、はい。どこのファンなんですか？僕はですね、アントラーズのファンなんですけど。へ、はい、でもやっぱりサッカーと言ったらマルシアさん、やっぱりすっごい応援するね。特にやっぱりアントラーズが好き。そうですか。やっぱりジーコさんの影響。そうそう、やっぱりジーコさんってね、神様みたいな方ですからね。輝く時の中、僕たちは出会った。新しいこの街で夢は走り出す。喜び悲しみを夜明けまで飲み干して地染めのギター。もうあの日は戻らない、色褪せぬ時